スタートしました。女子 400m 競走の第3組。7レーンを開けて7名での出発です。先頭第2レーン岸さん、市立船橋高校。そして5レーンは千葉女子高校、牧野さん。外側は市立船橋高校、斉藤さん。水色のフィニッシュ、水色のユニフォームがワンツースリー。1人は千葉女子高校。1着は第2レーン岸さん、市立船橋高校。時間58秒92でした。